はい、スワヒンゲームです。今日は1対1でバスケやっていきたいと思います。それでそのルールは、もしも相手がシュートを打ったらリバウンドしたら絶対にスリーポイントラインまで行ってチェックします。それだけですね。それで最初のボールはソガリキンゲームさんがやります。じゃあやっていきましょう。最初ソガリキンゲームさんのボールです。さあドリブルできてます。イミフのドリブルです。おお、アンクルブレイカーですね今ので。シュート決めるか。決めました。はい、今1対0です。今1対0。はい、ゲストのボールです。ドリブルでクロスオーバー、ショット打った、外しました。離しましたね。そう、スカーリキンゲンズのボールです。お、ボールをこぼしました。なかなか前に行きません。足のムーブで、おお、クロスオーバーじゃなくて今のはステップバックですね。左手でレイアップを落とすがうまくいきます。はい、ゲストのボールです。うー、イージーレイアップですね。今1対1ですかね。今1対1です。うー、オーマイガー、わら、アンクルブレイカー。はい、今2対1だ。あー、外した。ゲストは結構シュート落ちますね。さあ、決めるか。決めた。3対1です。今乗ってますね。ゲンスケ、いや、ゲストポストアップだ。決めました。2対2だか、あ、3対2ですね。ドリブルいってます。ドリブルいってます。おーおー、今やられましたね。うー、4対2です。ディフェンスもいいですね。なんだなんだ、ムカつくなこいつ。ソガリキンゲームズを騙してやがる。おもちゃみたいにしてるみたいだ。決めたー。いい、4対4だ。結構いい試合になってます。さあドリブルで、あー、ブロックされたー。まだブロックだー。ブロックされましたね。追い詰めてボールをこぼした。ソガリキンゲームズダサいです。あー、速さに負けましたね今。5対4ですね。さあゲストさんがドリブルしています。さあ前に突っ込んだ、外した。イージーレイアップを外した。外しましたね、イージーレイアップを。さあポストアップしています。何をしてるんでしょうか。うー、何なんだ今のは。何なんだ今のは。今のはちょっと何をしたいか分かりませんね。戻った、外した。でまたリバウンド取った。これは背の高さがちょっとディサメンテージですね。あ、すいません、あれはお母さんの声です。さあドリブルしてポストアップしてる。うー、またアンクルブレイク来ました。楽勝してる感じです。レイアップだ。はい、6対4ですね。さあゲストさん追いつけられるか。うわ、なんだ今のは。今のは何だったんだ。またドリブルだ。7対4か、7対5かな、7対4か。おお、7対5だ。おお、8対5だ。これはスワイキングエンズ勝ちそうですね。またいた。9対5だ。スワイキングエンズ今調子乗ってますね。うわー、でもブロックされた。今ブロックされた。うわー、まただ。で今のはまたブロック、何回ブロックされてんの。決めた。9対7かな、9対6か。うわー、今のはファウルです。それで今度は特別にフリースロー2回決めたら1点で、もちろん1回決めたらもう1回打ちます。さあ決めるか。エアーボール。さあ次は決めますよね。次ははい、外した。2回とも外しましたね。今のは持ってなかったです。さあまた行った。あー、いいショット取れ。今もゲストが調子乗ってます。まあいいディフェンスです。打った、決めた。決めましたね。今のは決めなかったので、これで3ポイントなので9対2、9対9になりました。これで